Mademoiselle, so malcalai kaoshite, nani goto ka o mayami ka na? Sake hodo kara kimi ga sono funsui no maari o maatta taisu wa 11 kai. Hosu ni shite oyoso 704 ko. Kyori ni shite jitsu ni 337 meter. Oro kara teyan ga aru no da ga dou da ro? Watashi de yokereba kimi no hanashi aite ni naritai. マドモアゼル、先日の悩み事に対する回答は出たのかな？君とは彼でから今日でちょうど1週間。時間にして168時間、分にして14万4800秒と言っている間にも23秒が過ぎてしまった。今日も君の話し相手になりたい。 静かに積むわれ、炎のゆらめきの外に腕を伸ばす愚かな者たちは、宝石をより多く掴もうと、朝と夜の狭間をさまよい続け、星屑の砂のきらめきにも不動手は炎甘い夢を見せ、賢者が気比する檻の中から伝言の真意を彼らに問うだろう。
地平線は第五の物語を知る。繰り返される歴史は死と喪失、楽園と奈落をめぐり、少年が去った後、そこにどんなロマンを描くのだろうか。傷つくことが怖いかね、失うことが怖いかね、信じることが怖いかね。だからこそ私はそんな君の話し相手になりたい。君が来た朝を後悔するなら、さらなる痛みを生むべきではない。君が行く夜を肯定するなら、その子もまた背を愛すだろう。クロエ、君の悲しみ心は決まったようだ。ならばさあ、胸を張って追い切なさい。君は君の地平線を目指して。虫探しとも昔あるところに恋人を亡くした一人の魔法使いがいた。彼が求めたのは死者を蘇らせる禁断の秘宝。旅行を犯す者に降りかかるのは厄災のみと知りながら、何故人は求めるのか。人知を超えた魔人の力。吹きすさぶ風は砂を巻き上げて、バカいた人の をこすると魔人が現れ、3つの願いを叶えてくれるという。願い事を1つ譲るという条件で、彼はそのありかを聞き出した。そのランプは南西にある洞窟に封印されているという。片足が悪いという男の代わりに、彼は穴の中へと降りた。砂漠の下には大きな Yeah.
そして彼は願った。吹きすさぶ風を砂を巻き上げて、バカいた旅人の行く手を阻む。旅の道連れは二頭のラクダ、長い黒髪の少女が一人。世界を救いし石腕も英雄なき後、邪神が封印されし地に町を築き、自らが結界の役割を果たし、長き平和への礎となす。誇り高き右腕に刻まれし証、彼の者たちの名は雷神の民、伝承の謎、紋章の秘密、少年が描く奇跡、雷神の系譜。知らない幼き日々は焼けた石の痛み。一人唇つくんだまま、膝を抱えて耐えていた。雨も宿ればいずれ過ぎ去る、嵐もまた光り。されど輝かざる印、本当の強さって何なの。知らされた少女の小さな手がとても大きく見えた。黙したまま何も語らぬ、歴史の手のひらの上で出会ってしまった少年と少女の物語。10年の歳月も一線の雷撃がごとく過ぎ去ってしまえば刹那、今黒の歴史が再び動き出そうとしている。その誕生の日が差し迫り、一族の猛者たちは競って名乗りを上げた。木は満ちようとしていた。邪悪なる波動が街全体を包み込み、空に立ち込めたる暗雲は三度目の嵐の訪れを告げようとしていた。おお、なんということじゃ。黒きローブをまといし者たちの影が見える。現象の使徒、やつらを封印の使用へ行かせてはならん。邪神の封印を解こうとしておるのじゃ。今の雷神様の血も薄れ、我らに扱えるは小さく生かす血に。ああ恐ろしや、天地を揺るがす強大な力じゃ。来るぞ、ああ来るぞ。
錯綜は烈火のごとく燃え盛る六鎮の翼、暗黒を宿した瞳に見入られた大陸、勇猛なる戦士が次々と倒れていた。ああ、人間とは神の前では核も無力なものなのだろうか。誰もが深い絶望に飲まれかけていたその時、ひときわまばゆい閃光が力なき青年の体を貫いた。目覚めよ、勇敢なる右腕を持つ者よ。直系の力を受け継ぎし者よ。かつて私は奴を封印せしおり、イカズチの槍を放ったがゆえ右腕を失った。今その力を解放すれば、右腕はおろか全身が吹き飛びやもしれぬ。お主にその覚悟はあるか。ならば今こそ目覚めよ、雷神の右腕よ。2つの印。
168ページ。飛び出して
走り去った男の名はローランさん。もう一人のローランはただ呆然と立ち尽くしたまま。誰が加害者だ、誰が被害者だ。犠牲者ばかりが増えてゆく。回るよ回る憎しみの風車が、踊るよ踊る炎のように。柱の影には少年の影が、飛び戻って見つめてくる。人生はままならない。なされば、この痛みこそ私が生きた証なのだ。Baby
最初の記憶。
殺戮の舞台女優ミシェル・マール・ブランシェ。彼女が犯罪史の表舞台に登場すること三度にわたり、その短い生涯においては多くの奇怪な謎が残されたまま、未だ完全には解明されていないのである。証拠不十分および年齢に対する殺害遂行能力に疑問の声が上がる。現実と幻想の境界を認識できていない類の言動を繰り返し、行動にも尋常ならざる点が多々見受けられた。通報によって駆けつけた警察官により逮捕。その後オリビエは獄中にて完全に発狂した。行方不明となっていた13人の少年たちは変わり果てた姿で、干からびたような老婆ミシェルの遺体に折り重なっていた。彼女がどんな魔法を駆使したのか、それは私の知り及ぶところではないのだが、殺害動機という観点でのみ論じるならば、答えは明白であると言わざるを得ない。彼女は自らを閉じ込める狭い檻の中から抜け出したかったのでしょうね。それも極めて変質的なまでに。しかし残念ながらその願望は生涯叶うことはなかった。そして死後一世紀を経過した今でも彼女はその檻の中にいる。なぜそんなことが断言できるのか。良い質問。よろしい、誤解を招くことを承知で、このクリストフ・ジャン・ジャック・サンローランあえてここで公言しておこう。我々もまた彼女と同じ檻の中にいるからだ。差し出した手をエトワール小さな指で懸命に握り返し
してくる。あなたの歩む道のりがらら輝くようにへとは。ある雨の朝、いつものように少女が目を覚ますと、ベッドの横には優しい父親、そして大きな黒い犬がいた。雨の匂い、くすぐったい頬、どこか懐かしいぬくもり。小さな姉と大きな妹、二人と一匹、家族となった特別な朝。別々に育った者が分かり合うのは難しい。ましてや人と犬の間であればなおさらのことである。それからも二人は何をするにもいつも一緒だった。まるで空白の時を埋めようとするかのように。姉はかいがいしく妹の世話を焼き、